ニュース。はい、続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。まずはこのニュースから。若い男性歌手が機内で気絶。なんで？イギリスの男性バンドリワインドのメンバージェームズ・マケルバー19歳が飛行機に搭乗しようとしたところ、手荷物が多すぎると指摘されました。ジェームズは手荷物の追加料金を逃れるため服を12枚重ね着し飛行機に搭乗。しかし熱中症で意識を失い気絶してしまいました。ちなみに追加料金はおよそ8600円。内訳は T シャツ6枚、ジャンパー4枚。内訳？ああ、はい、着たもの、ね、着たものの内訳ですね。T シャツ6枚、ジャンパー4枚、ジャケット2枚、短パン1枚、ジーンズ3本、ジョギング用ズボン2枚重ね、さらに帽子を2つかぶっていたそうです。8600円払いたくがないためにね、ないということで。ロック歌手は、はい、しょうがないな、バンドマン。そうですね。こんなもんだって、まずバンドマンがそんなに服持っててどうすんだよ、お前。 T シャツとジーパン1枚でいいだろ、うん、お前。そうですね。白シャツと破れたジーパンでいいんだ、あとギター1本よ、うん、はい、そうだろ、それがミュージシャンだろ。そうですね。何にお前こんなに服持ってんだ、なんでバカじゃないのか、お前、買えよ、ほんでその場その場で。はい、なんでこんなバンドマンこんな持ってんの、うん、いやいや、わかんない。19歳ですかね、まだね。みたいなことですかね。19歳でもそれシャツ1枚だろ、お前。プロレスラーだったらなあ、そうですね、大仁田だったら革ジャン1枚ジーンズ、ね、ジーンズだけど、確かに情けないよ、こんな服迷ってんだ。だからもう自分で決めたもん1個ありゃいいんだ、服なんて、うんうん、そうですね、情けない、うん、恥ずかしいね。イメルダ夫人じゃないんだから、まあ、うん、靴3000足じゃないんだから、まあ、そう考えるとちょっとレベルはあれですけどね。イメルダ夫人の方がね、そこですけど。ジェームズ、マケルバーだ、うん、マケルバー、それ名前が悪いなあ。マケルバーだったらね、いいですけどね。残念ですね。まあこれ昔大沢たかおさんもこんなエピソードを言って、徹子の部屋で何回も言ってたな、はい、うん、重ね着いっぱいして、はいはいはい、うん、っていう話してたけど、大沢たかおさんはいいけどね、あの人はモデルだからね、うん、そうね、モデルは服がいっぱいいるでしょうね、はいはい、だけどこれロック歌手だろ、うん、ロック歌手なのか、本当にロック歌手じゃないんだろう、うん、いや、ロック歌手なんじゃないですか。アイドルバンドだと思いますよ。アイドルバンド、はい、アイドルバンドだからじゃないですか、やっぱ服が多い。ちょっとまたバカにして、アイドルなんすか、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 なんだろう。バンドはバンドだろ、別にアイドルバンド。いやいや、バンドとアイドルバンドは違います。はバンドとアイドルバンド、いや、一緒だろ、別に、うん、金ちゃんバンドだろうが、アイドルバンドだろうが、別に本格派なんかロックバンドか知らないけど、うん、はい、バンドはバンドだろう、何人かが集まって楽器ジャカジャカ鳴らしてるバンドだろ、それが、うん、かっこいいっすね。何がアイドルバンドだよ、お前。今のかっこよかったですね。なんだお前、はい、アイドルじゃない、アイドルも何も関係ないだろ、お前。はい、えー、いや、でもアイドルはやっぱいや、ちょっとバカにしてたか、アイドルバンドを。バカにはしないです、ね、それ表現したいんだ、やっぱり、うん、表現、なるほど、それをバカにするなよ、うんうん、そうですね。ギター持って音鳴らしてみたいんだよ若いやつらは。誰の代弁なんすか、それ。急にね、尾崎だよ、尾崎か。Day Night Dreamer Live on Air。 さあ、引き続きニュース、続いてはこのニュース。田原総一郎氏、浅生まれ最後切望。ジャーナリストの田原総一郎さんが、朝まで生テレビをやっていて、気がついたら田原は死んでた、それが理想と告白しました。ダメだよ、迷惑だよ理想の話超迷惑じゃん。リアルでそうやれたらないんですけどね。81歳にもなお、毎回81歳にもなってそんなこと言ってんのいや、まあ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 、この人の番組ですからね。毎回朝方までの放送に出演していますが、この年では朝まで討論するのは体に良くないと苦笑し、でもあれがあるから元気なのかもなと打ち明けました。有吉さんはどの番組中に最後を迎えたいですか。いや、田原総一郎さんが朝生やってる途中で死んだらさ、はい、もう俺らもだって死人見なきゃいけないでしょ。まあそうですね、そうですね、生ですね。スタッフも死人に、はい、を触らなきゃいけないんでしょ。まあそうですね、硬くなった田原総一郎、そんなにね、瞬間的にはキュッてなんないと思いますね。いや、朝生でしょ、はいはい、朝までやってオープニングで亡くなったら終わる頃には硬くなってるかもしれない。オープニングで田原さん難しい顔してさ、死んだらあれ3時間ぐらいやってるから、3時間やってたら硬くなるだろ。硬くなったよ、お前、おじいちゃん
タッフ触るの嫌だよ。嫌ですよ。ほっとくのも嫌ですけどね、3時間。絶対嫌よ。嫌ですよ、それもちろん。あと、なんか、よく、舞台の人とかも舞台の上で死にたいとか。言ってますよね。プロレスラーとか、ボクシングだったらリングの上で死にたいとか言うけど、ダメよ、汚い。そうですね。汚い？うん、いやな、出て出るだろう、なんか、うん、わーってべーってちょっとちっちゃいゲロとか出るって死んだらそれは、まあ、かもしれないけどね、ウェーってなるだろう、急にウッてなる、うん、そんなもんだって掃除すんの誰よっていう話だから、掃除って言われちゃうとあれなんですけど ね、いや、絶対おすすめは病院、まあ、いやそれはそうですよ、まっとうですね、それはね、俺のおすすめは病院、だってそれは、はいはいはい、うん、そういうのも込みで、はい、そういう覚悟も知ってる人たちが働いてるところだから、うん、なるほど、病院までですね、そうでしょ、そうですね、それだったらそれはもうサービス料、うん、込みだから、サービス料込みだから、それは、はい、ゲロも片付けるってことですね、それやってくださいますけど、はい、テレビマンはだって死体運ぶなんて、まあまあまあそうですね、サービス料入ってないからね、まあそうじゃない、追加料金取られるかもよ、追加料金でやってくれるんですか、ね、逆に、ね、いやこのラジオ中だってそうだぞ、本当にラジオに、はいはい、で死に場所を、はい、求めないでくれよ、はい、俺嫌よ、最後の一話、そうです、ね、俺死体触るの嫌だもん触ってくれるんですか、急に石田死んだっつって、はいはい、運ぶんだろ、だって俺が、はい、そうですね、嫌よ、硬いんだもん、硬いですよもうおどっちが何がヒゲが硬いのか、そのね、ヒゲはもう伸び続けますよね、ヒゲは急に柔らかくなるんじゃない、ね、逆にですか、だってパワーがなくなって、正規がなくなってヒゲはシュンとなる、はい、だから体硬いから、ね、いかないですね、それ嫌よ、柔らかいヒゲっていうのもね、絶対嫌だよ、俺死体片付けんの大丈夫だよ、ないですかね、もう先にお金払っときますんで、いや俺田原さんの死体片付けんの嫌だわ死体に呼ばれるんですか、テレビ番組作りたいな、バラエティ番組作りたいなと思って、はい、テレビ業界入って AD やってさ、はいはい、バラエティやりたいのに朝まで生テレビ回されてさ、ちょっと報道の方回されて、はい、まあでもしょうがないな、これも勉強の一つだなっつってさ、うんうん、はい、AD やってたら田原総一郎さんが死んでさ、はい、おい AD!あら、そいつの片付けとそんな雑に嫌よ、俺。いやいや、さすがに、そこもちょっと誰か呼ぶんじゃないですか、救急車なりなんなり。いや、ディレクターだな、それ。わかりませんけどもね、実際は。なあ、タロさんもね、これさすがに言いたい、俺、病院で、病院の方がいいですよ。うんうんうん、そんな記事なんないでしょ、俺。朝まで並べてテレビやってて、気づいたら病院で田原が死んでた。それが理想って、これニュースなんないでしょ普通の話じゃないですか。いや、だけど、田原さん常識な人なんだから。はい。私はね、病院で死にたいですよって言ってほしい。声荒げることじゃないけど。はい。あ、一枚メール来てます。あ、ラジオネーム、怒涛の通る。FM 栃木。速報です。はい。我が、老人アシスタント安田和弘さんが16時50分頃、第2子が誕生したそうです。おええー。おめでとうございます。思わずシーンでしたけど。生まれたんですね。50手前で2人目の子、うん。すごいですね。体力ありますね。1人目はカブト君でしたからね。うん、2人目は、何ですかね。何なんだ、どっちなんですかね、性別も。カナブ。カナブ。カナブはね。カナブ。そんな虫で合わせてるわけじゃないですか、カブトムシ。3人目クワガタになっちゃうね、安田さん、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、というわけで、田原総どっちのニュースだっけ、安田さん死んだニュースだっけ、死んでない、死んでない、安田さんは子供が、ね、田原総一郎に、はい、第2子、じゃ違います、ね、すごいな、すごいいや、混戦してますね、ちょっとね。さあ、ということで以上がニュースでございました。